皆さんこんにちは、カオルンです。今日もですね、前回に引き続いてあいみょんさんの双葉のギターコード解説やっていきたいと思います。今回やっていくのはね、サビとCメロのね2つになります。それではまずはサビのフルから見てみてください。行ってみよう。さあサビの解説やっていきたいと思います。サビのね、覚えるべきコード進行は3つございます。1つ目がですね、 C G A マイナー F G C、 これになります。2つ目が F C on E F G、これになります。三つ目が F C on E F G C、 これになります。今回ね、いろいろなコード進行があるんですけど、二つ目とね、三つ目はですね、最後のねコードの終わり方が F G で終わるか F G C でね終わるかのどっちかになりますので、そこまでね違いはないですので、実質ね2種類になります。そしてね、ストロークパターンなんですけど、こちらはね、前回紹介した A メロ、B メロのね、こちらの組み合わせでね、できますので、そんなに難しくはないと思います。ぜひ皆さんやってみてください。ストロークの練習はですね、左手は最初に弾く C でね、固定でいいですので、とにかくね、右手のストロークを練習するようにしてみてください。最後にコード進行とストローク、こちらをねできるようになったら組み合わせます。弾く順番なんですけど、コード進行ね3つ出てきたと思います。これのね順番が1つ目、2つ目、1つ目、3つ目のね順番になります。やってみてください。さあ次に C メロ行っていきましょう。Cメロのね解説やっていきたいと思います。 Cメロで覚えるべきコード進行は2つございます。1つ目が A マイナー G F G C、 この5つになります。2つ目が A マイナー G F G、 これになります。ストロークパターンはですね、サビとね、ほぼ変わらない内容になってますので、ぜひね、皆さんそんなに難しくはないと思います。ぜひやってみてください。そしてコード進行とストロークができたら、最後ね、組み合わせて C メロ完成になります。はい、ということで今回はあいみょんさんの双葉のサビと C メロのね、ギターコード解説をやっていきました。皆さんお疲れ様でした。前回と合わせて1曲ね弾けるようになるかと思いますので、皆さんね練習頑張ってみてください。ということでまた次回のねギターコード解説で、バイバイ。